ではこれよりあのセッションの方をそろそろ始めさせていただければいかがこうかなと思います。というわけで、あの今日生の生徒進さんによる今日からできるワードプレスで始めるデジタルマーケティング入門ということで、これから15分くらい、生 のフリーランスのデジタルマーケティングのコンサルティングやそのウェブサイトの開発などを多分今日からできるって書いてもらっていいですか？多分は書いてもらっていいですか？ジョークです、大丈夫です。はいはいはい、またデジタルノマドとしてもなんかいろいろ活動されているということで、あの普段年間の3分の1は日本国外問わずいろんなところで仕事をするっていうことを試みをやられてる、はい、そうですが、まあ、そんな他人行儀ですね。いやいやいや、ちょっと台本に書いてあったんで、まあそんなというわけで、時間になりましたので、じゃあ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今回喋る、まずスライドなんですけど、結構文字小さくて見えないこととかあると思うんですね。で後で公開するので、そこはあの写真とか撮らなくても大丈夫です。で今日15分なのに60枚ぐらいスライドがあって、多分最後の方とかはもうなんか高橋名人みたいな感じで連打していくっていう形になると思うんですよ。そうするともうバチャバチャバチャみたいな感じで記者会見みたいになっちゃうんで、そこはちょっとあの我慢してくださいということでいきます。あの清野進と申します。で、まあ、早速行きたいんですけど、なぜ今デジタルマーケティングなのかっていう話からまず行きたいと思います。でそもそもワードプレスって何ってとこなんですけど、ワードプレス逆に使ったことないよって人いらっしゃいます？あげれねえか、ごめんなさい。まあ、皆さん知ってると思うんですけど、あのワードプレスっていうのは CMS で、で特徴的には管理画面があって、でブログみたいに管理画面があって、でテーマで着せ替えができて、プラグインで拡張機能をつけられるみたいな特徴を持ってる CMS です。で、オープンソースの CMS でして、オープンソースっていうのは、まあ、フリーソフトと呼ばれるものと近いんですけど、無料って意味のフリーではなくて、自由って意味のフリーのソフトと同じようなものだと思ってください。で、いろんな人の貢献によって作られている、ボランティアで作られているようなソフトウェアです。で、CMS とは何かというと、もうコンテンツマネジメントシステムの略なんですけど、ブログツールみたいな感じですね。単純にブログツールだと思ってもらえば大丈夫です。管理画面がついてて、コンテンツを自分で編集できるようなツールのことです。で、CMS のマーケットシェア的に言うと、全世界のトップ1000万トラフィックの中のマーケットシェアだと 60% がワードプレスが使われていて、で、2位の次の CMS が 5.9% なんで、だいたい2位と10倍ぐらい差をつけてる圧倒的に人気のある CMS だということです。で、日本語の CMS のマーケットシェアでいうと、さらに 60% より高くて 82.7% で、2位が、3.7% なんで、だいたい25、6倍ぐらいの、差がある、あの日本でも圧倒的に人気のある CMS です。で、ワードプレスって何ができるかっていうと、みんな簡単にウェブサイト持って情報発信できるようにするツールなんで、そういうふうに無料でどん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 広がってきてはいるんですけど、ステップがどんどん変わってきてるかなと思います。前までのワードキャンプだと、どういうふうに作るかとか、どういうふうに効率的に運用するかみたいなところがすごく注目されていたんですが、最近はこの大体、まあ、ざっくりしたステージを今 D まで出してるんですけど、まあ、ブログ欲しいっていうところで、それを管理をもうちょっと効率化したい、まあ、プラグインとか使ってですね、でその次に C で PV とか上げたい、見てほしいっていうのがなってきて、最終的に目的を達成したいっていうところに行くと思うんですけど、大体その、まあ、もっと先もあると思うんですけど、今 C ぐらいに来ていて、そのマーケティングだったりとか、どういうふうに見てもらうかっていうところがすごく注目されていると思います。はあ、ここで3分ですね。16枚、まあ、行きましょう。で、デジタルマーケティングについて、まずマーケティングは何っていうところなんですけど、もうそのままで、まあ、市場調査とか製造、輸送、まあ、販売宣伝などいろんなものも含まれるんですけど、あの単純に言葉見ていくと、マーケットをイングしていく、あのマーケットを作っていくだったりとか、マーケットを、まあ、作っていくってことなのかなっていうことになっていきます。で、じゃあデジタルマーケティングって何かっていうと、マーケティングってそのセールスとか販売とか広告とか、あとはもうプロダクトの調査とか市場の調査とかも含まれちゃうんですけど、まあ、マーケティングって大きい枠があって、その中にデジタルマーケティング、要はデジタルできるようなマーケティングがあって、その中にウェブマーケティングとかがあるっていうイメージだと思っています。で、ちょっと前まではそのウェブマーケティング、あのデジタルマーケティングでいうと、ほとんどインターネット上でやれるものっていうか、インターネットで発信するものっていうのがほとんどだったんです。で、ほとんど同じような言葉としては使われてきていたんですが、最近のこの Google トレンドの傾向を見ると、赤が、ウェブマーケティングで、青がデジタルマーケティングなんですけど、デジタルマーケティングがどんどん上がっていって、ウェブマーケティングはまあ下がった時もあるけど、ある程度落ち着いてって感じになってきてるんですね。で、この言葉のプロダクトサイクルっていうか、あのライフサイクルみたいなのもあって、それで、
ウェブマーケティングって言葉じゃなくてデジタルで使われるようになってるんだよって言ってる人もいるんですけど、僕が思うのはそのデジタルマーケティングって範囲がどん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 今広がってきていて、ウェブマーケティングと差別しなきゃいけなくなってきているから、そのデジタルマーケティングって言葉がよく使われてきてるんじゃないかなと思います。で、じゃあなんでデジタルマーケティングが増えてきているかっていうと、使うユーザーのモバイルの環境、使うユーザーの環境と、あとはクラウドのサービスの発展のおかげで、いろんなところでいろんなものを計測したりすることができているからだと思います。ちなみにこれがマーケティング界隈 のマーケティングツールを表しているカオスマップっていうんですけど、もうほとんど見えないですよね。こんぐらいマーケティング関連のツールっていうのはすごくたくさんあるんですよ。で、そういういろんなものを使い分けたりとか、自分の自社の製品だったり自分のやりたいことだったらこういうふうに、合うだろうっていうのを分けながら見ながら、導入していったりするんですね。で、ということでデジタルマーケティングはちょっとどん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 増えてきて、いろんなことできるようになってきてるんですけど、さらに、もっともっと広がっていくんじゃないのかなと思っています。で、ワードプレスはそのウェブマーケティングをする媒体、本来であればウェブページの媒体は紙だとかそういうのと一緒ですよね。特性がある媒体なんですけど、媒体を管理するためのツールとしてあったところが、いろんなそのマーケティングツールとかとつないで、マーケティングシステムの一部ハブとして活用していくっていう風な、2面の側面が出てきてるのかなと思います。なのでこういう風にウェブマーケティングとしてもちろん使うんですけど、横断してデジタルマーケティングでも使えるシステムとしても育ってっているんじゃないかなという風に思っています。はい。で、じゃあ実際にどういう手法でマーケティングが行われているかっていうところを説明していきたいと思います。まずは有名どころで言うとコンテンツマーケティングなんですけど、コンテンツマーケティング知ってるよ、聞いたことあるよってどれぐらいいらっしゃいます？ありがとうございます。だいたい 3、4割ぐらいの方ですね。コンテンツマーケティングっていうのは、見込み客、お客さんになるである人たちをコンテンツを使って引きつける、マーケティング手法のことです。で、最近バズワード的にバーってなってきてるんですけど、例えばサイボーズさんとか経営ハッカーとかニキビペディアさんとかオーマイグラスさんっていうサイトとかが、その自分たちで、コンテンツを使ってお客さんを呼び込んでブランディングだったりとか実際にセールスっていうのを行ったりしています。で、ウェブマーケティングにおけるコンテンツマーケティングがすごく知名度が高いので、皆さんオンラインでやるものがコンテンツマーケティングだとよく思われてる方もいらっしゃるんですけど、すごく古くからはですね、ミシュランガイドのコンテンツマーケティングでして、あれもともと車のタイヤメーカーだったんですけど、もっと使ってもらうためにはご飯を食べに行ってもらって移動してもらうとタイヤがすり減ってよりまた消費が増えるということで、いいレストランのガイドも集めて精査して自分たちで配り始めたんですね。で、そういう、実際の自分たちの利益につながらなくても間接的にそれで増えるような自分たちのブランドを知ってもらって使ってもらって知ってもらえるようなマーケティング手法のことです。で、ちょっとバンバン言いたいんですけど、次にあと有名なところで言うとインバウンドマーケティングって聞いたことあると思うんですけど、これもコンテンツマーケティングにちょっと近いんですけど、どっちかっていうとさらにデジタル寄りなところになってきています。で、インバウンドマーケティングっていうのはとても有名な本がありまして、これを書いてるのがハブスポットっていうそのマーケティングツールを作ってる会社さんの本なんですけど、今なんかインバウンド需要とかっていう言葉がバズワードでなんかインバウンドアウトバウンドってよく言われるんですけど、それの火付け役になったのがこの本みたいな形ですね。もっとコンテンツマーケティングとやってることは似てるんですけど、さらに SNS とかデジタルとかその最近の環境に特化した、コンテンツマーケティングの手法とかなのかなと思います。で、ハブスポットっていうツールは、こんな感じで、これは後ほどサイトを見てもらえばいいかなと思います。で、次にエンゲージメントマーケティング、これも、ちょっと全部似てるところはあるんですけど、より制約とかに近い方で、どういうふうに関係性を、作っていて顧客と作っていって、最終的に購買だったり申し込みにつなげるかっていうような、マーケティング手法です。で、このマーケティング手法を提唱しているのがマルケットっていう結構大きい、これも同様なマーケティングツールの会社さんなんですけど、これもハブスポット、マルケットともにクラウドのサービスになっています。で、こういう CRM とか MA ツールって呼ばれるツールがあるんですね、マーケティングの中で。このマーケティングツールを、ワードプレスをつなげると、ワードプレスにプラグインを入れてつなげると、ワードプレスにお客さんがどのページを見たとか、今現在どういうふうに思ってるとか、どういうふうに申し込みしてくれたからこの人は角度が高いとかっていうふうに自分たちで追跡しながら計測で解析していくことができるようになってきます。で、ちなみに補足なんですけど、 CRM とか MA って言葉が出てきたので、リレーションシップマーケティングについても少しさらっとお伝えしたいなと思うんですけど、あと5分なんでやめときます。で、
で一番重要なのは、まあ、コンテンツってとこなんですよ。そのハブスポットもそうだし、あのコンテンツマーケティングもそうだし、ハブスポットじゃないや、インバウンドマーケティングもそうだし、エンゲージマーケティングもそうなんですけど、そのコンテンツがすごく重要で、そのコンテンツ、重要なコンテンツをうまく管理できる CMS、要はワードプレスっていうのは、そのマーケティングのハブになるべくし、すごく強いツールだっていうふうに、感じています。で、そういうふうに使われています。で、実際にじゃあどういうことをやるのかっていうところを、今日は少しでも、じゃあ僕これができないからこれしたいなとか、自社のサイトもそうなんですけど、メディアとかもそうで、通ずるものがあるので、どっか見て、なんか持って帰ってもらえればいいなと思います。で、まずは、一番最初に目的の明確化っていうのがすごく大事ですよね。まず何のためにそのウェブサイトを持ってるか、ウェブサイトの本来の機能は何なのかっていうところをちゃんと明確にしなきゃいけない。で、例えばオンラインからお申し込みをもらうとかでもいいんですよ。もうその単純なところで大丈夫です。大丈夫です。で、次に、じゃあどういうふうにカスタマージャーニーの作成っていうのがあります。カスタマージャーニーマップの作成っていうところがあって、で、じゃあどういうふうに、申し込みをもらうのかっていうところをちゃんと明確に、自分たち のいろんな足の顧客はいると思うんですけど、そのお客さんの、正常なルートだとこういうふうに多分商品を購買する、もしくは申し込むよねっていうところを、こういうふうにマップで可視化してまずは把握するってことがすごく大事になってきます。で、これ見ると、まあ、いろんなマップ、こうカスタマージャーニーマップの、あと5分ですね、カスタマージャーニーマップのテンプレートとかあるんですけど、そんなに難しく最初はやる必要なくて、大事なのはこの4つぐらいかなと思います。まず認知、興味、関心っていうのがどういう時に起きて、でその次にどういうふうに情報収集をしていて、で最終的にその商品を買うのか、なんかイベントに参加するのか、何か分からないですけど、打ち合わせをしてもらうのか、なんか行動とか参加があって、そこで、1回コンバージョンとかに1回商品を購入したりとか、何か関係ができて、その後に継続的に接触していって、商品またもらったりとか、評価をしてもらうっていう、フローを分かってると、すごくマーケティングしやすくなってきます。で、例えばそのカスタマージャーニーマップっていうのを、コーヒーを買う時のカスタマージャーニーマップみたいな形で、UX レシピっていうウェブサイトがあって、そこで SNS みたいに共有できるサービスがあったんですけど、さっき調べたらサービスを終了していましたなのでないです、はい。じゃあ実際に、じゃあこれを分かったところでどういうことをやっていくかっていうところを見ていきたいと思います。こんな感じで、まず認知、興味、関心、何かしらがありますよね。まあ、じゃあ旅行に行きたいとして、旅行に行きたいなって、ハワイに行きたいなって思った時に、そのハワイに行きたいなって思った人が、商品とかその自分たちが持ってるものを、このツアーだとこういう、価値があるから、こういう風にした方がいいよって宣伝を入れて、でその次に、じゃあこういうことがあるんだって思いながらウェブサイトとかで調べますよね、 SNS とかでも。でそこで専門家とかが詳しくこうネットで紹介している、例えばその製品だとしたらものだったり、もしくはその旅行によく行っているなんとかグラマーの人が、すごくいいよみたいなの書いてあったり、で実際に参加した後に、じゃあ次もどうですかみたいなクーポンをあげたりっていうような、このカスタマージャーニーマップに対して自分たちがどういうふうなタッチポイントを持ってお客に接する機会があるかっていうところを考えながらやっていくと、どういうコンテンツを作ったらいいかっていうのが明確になってきます。でその次に大事なのが KPI、KGI、コンバージョン。これ全部そのさっき言った目的が達成されているかどうかの数値のなんかこう大カテゴリーだったり小カテゴリーだったりするんですけど、じゃあ実際にお問い合わせが欲しいっていう目的が決まった時に、じゃあお問い合わせが1ヶ月何件欲しいのかっていうのを明確にしておくこと、でそのコンバージョンの設定をした後に、それがちゃんと計測できるような状況を、例えば Google Analytics とかっていうアクセス解析ツールとかを使って、それを設定していくってことが大事です。で次に、コンテンツリストとスケジュールの作成ってとこなんですけど、どんな風にじゃあコンテンツを作っていくかっていうのを、その場で気づいてすぐ書くでもいいんですけど、その分離してるとすごく時間がかかってしまうので、一旦まずはリストを作ることだけに集中して、その中であるポイントを押さえてバーって作っていって、あとはそれを作るっていうのは分担してやっていった方がいいと思います。で大事なところで言うと、実際どういうキーワードを狙っているのか、どういう風に見てほしいってことは、そのどういうふうに検索、さっきのカスタマージャーニーマップで、ハワイ旅行に行きたい人はハワイツアーとかハワイおすすめとかって調べるとこまで考えてキーワードを選定していくってことと、で次にそのキーワードが1ヶ月どれぐらい検索されていて、アクセスされてるかっていうのを検索ボリューム、ツールとか調べると分かるようになってるんですね。で1位とか5位ですごく数が違うのも分かるので、どれぐらいこのインパクトがあるのかっていうのを検索ボリュームも調べておく。でアウトラインっていうのは大体でいいんで、なんか100文字とかでいいんで、これはこういう内容の記事みたいな説明文をつけといて、で最終的に優先順位、どれからやっていくと一番いいのかっていうのをあらゆる変数の中から、例えばめちゃくちゃ検索が高かったとしても、それが実際の購買につながりにくいキーワードだとしたら、あまりそのブランディング的には
意味があったとしても実際のマーケティング的には難しいってとこがあるので、そこも優先順位をいろいろ複合的に見て決めていくっていきます。でそういう時、その時にですね、この、まあ、これ一つの例なんですけど、一つのプラグインなんですけど、 CSV 形式で全部画面をやるよりもですね、 CSV 形式で吐き出してインプットしてっていうのをやり方を覚えておくとすごく効率的でいいかなと思います。で最後になるんですけど、さっきの画像にも出てくるように解析分析改善の仕組み化っていうところで、どういうふうにじゃあその、アクセスが来て、どういうふうに1ヶ月に何回のペースでとか、誰と誰で話してこうだったらこうしていくみたいな仕組みっていうのを、改善を回してくれる仕組みっていうのを作ることも大事です。でこれを全部まとめると、この大きく3つをひたすら回せばいいかなっていう感じです。KGI とか目標とか全部立てた後は、まずは毎回その毎月でもいいんですけど、 KGI KPI コンバージョンっていう目的どうしたいのかっていうのをまず作って、でその後に仮説立てをして、どういうふうなものか、どういうふうな施策をしていくかっていうのを計画していきます。で最後に、実行して、それを実際に公開ローンチして、でユーザーの反応を見ながら、あこれ上がったね下がったねっていうのを都度、お客様に合わせて改善をしていくっていうことがデジタルマーケティングの中で必要になってきます。で最後、あ30秒過ぎてる、大丈夫ですかということで、ざっとプラグインとかの紹介もいきたいと思います。後でシェアするの、スライドシェアするのでそこから見てもらえばいいんですけど、一番上は細かいところにやってくるんですけど、ブロークンリンクチェッカーって言って、リンク切れを起こしているところとかを探してくれるプラグインがあります。でリンク切れはすごく SEO 的にも評価が悪くなったりするので、そこはちゃんとチェックしながら見ていくプラグインだったりとか、あとはソーシャルでシェア、ソーシャルマーケメディア、SNS マーケティングやるときに、使うソーシャルメディアのボタンだったりとか、あと Google Analytics を実際にダッシュボードで見れたりとか連携するようなプラグインだったり、そういうのを複合的にやってくれる SEO とかマーケティングの Yoast っていうプラグインとか、オールインワン SEOパックかなとかを使ったりします。で被っちゃったんで、でそれ以外にさっき言った CRM とかのとつなぎ込みで言うと、これも CRM であり MA だと思うんですけど、マルティックっていうツールがありまして、無料で始められるんで、ワードプレスと同じようにフリーとかオープンソースのソフトウェアなので、で始めてつなぎ込んで、いろいろどういうふうな計測が取れて、どういうような仮説が立てられるかっていうのをテストしていくのがいいかなと思います。でそういうの全部めんどくさいよって人はジェットパックだけでもまあいいかなと思います。SNS にも自動で、マルチに発信する機能もありますし、あとはそのアナリティクスというか計測できる何ページどのページが見られてるっていうのもあるので、ジェットパックっていうプラグイン一つ使うのでもいいと思います。あと例えばメールマーケティングするときとかはメールシップっていう有名なサービスがあると思うんですけど、そのサービスを、ワードプレスとプラグインでつなぎ込むと、活用できるようにもなってきます。で実際にも商品売りたいとかって人はウーコマースっていうプラグイン入れると、そのままカート機能とかつくので、そのまま合わせてやっていくといいかなと思います。で英語しかないんですけど、このウーコマースに特化したメトリックっていうデジタルマーケティングと CRM とかのツールもあるので、そこら辺も英語わかる人はちょっと見ながらやっていくと、もっといい感じになるのかなと思います。で最後にまとめです。さっき見せたこの3つを繰り返しやっていくっていうことと、でその仮説を立てるときに、どの時にどういうものを置けるかっていうことを考えながら差し込んでいくっていうのが、もう2つ今出た全てだと思います。ということで2分遅れちゃいましたけど、ありがとうございました。はい、というわけでありがとうございました。